それ取っても使えるの？で、テーブル用にしようと思って。よくない？クッション材なんかつけたい。ちょっとだけあの幅が足りないのが惜しいね。そうだね、ちょっとだけ足りない。よし、これどこにつけようなくさないところに、うん、はい、おはようございます。おはようございますもうおはようございますの時間じゃないんですが、これからむっちゃんのお迎えをして叫んでますね。叫んでます。小八くんとむっちゃん連れて予防接種に行きたいと思います。むっちゃんはもう1年ぶりくらいの予防接種で、小八くんは初ですね。初だ。これから毎月注射の日々が始まりますそんな一日を撮っていきます。あ、誰ですか、呼んだのは。よし、抱っこしてあげるね。見て、あむちゃんは今幼稚園に行ってるんですが、幼稚園帰りのまま帰りたいと思います。はいよ。呼んでます。はいよ。はいよ、ボクちん。ちょっと待ってね。違う。よいしょ。これさ、結構一人でつけるの難しいよねこれは別にでも私は慣れたよ。慣れた。うん。ね、小八くんここ舐めるからいつもこうやってペロってしてペチョペチョになってるもんね。そう、見たら。あ、そう、首は座りました。力強くいいしょ、立ってます。気になるね。いいね、いいな。行くよ。じゃあお姉ちゃん迎えに行って、うん、行こうか。初めての病院、生まれた病院じゃなくて近くのね、かかりつけ医に最近移動したので初めての病院です。レッツゴー。レッツゴー。うん、怖くないよ。はい、今日は小麦ちゃんの幼稚園でのネームがなくなったので、ネームのシールを作りに来ました。むっちゃん、今回はさ、自分でシール選んだから楽しみだね。パンダさんシールに、うん、パンダさんシールにします。はい、パンダさんシール。じゃあお金入れて。おワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。オッケー、遊んでいいよ。で、形見て、形。ハニー、ハニー、ここ、ハニー、ここ、ハニー、ここ。ペアは？ここだ。イエーイ。ハニー、ここ。ハニー、ここ。上手。できた。できたって、むっちゃん。遊んでる間にできちゃった。映せないよ。次、おむつ返していきます。一瞬でした。すぐ終わったね。身体測定の時間です、うん、よ。あ、なんかもうでっかいね、バチくん。 5.6?5.9 とかやね。6キロ。6キロだ。重た重たいね。2倍になってるよ。ごめんね、硬いね。嫌だね、ここね。あ、来た、あった。足ピーンってくる。はい、62.7 くらいかな。8か7くらい
ここに成長曲線が。今4ヶ月やろ。ここ6.6キロ、身長が67、身長はここか、67、62、このか合ってるわ、大体6キロ、この辺とこの辺。はい、帰ってきました。むっちゃん、むっちゃん、えらかったね。注射泣かなかったね。怖いとか言ってるけど、ずっと注射見てたから、うん、顔見してた。じゃあキティちゃん見して。見せて言ったかわいいの見たいな、ママ。思い出しちゃった。痛くないよ。さっきあんなに激しく遊んでたのに。はい、じゃあ小八くんの見ようかな。小八くんは爆睡中です。小八くんは泣いたね。絵が描いてあった。ね、嬉しかったね、あれ。見せて。痛い。痛い、ほら、痛い、痛い、痛い。痛い。ハグしよう。このソファーが来てから、この二人はずっとここにいますね。いや、そんなことない。それは言い過ぎて。いや、ほぼここにおるやん。いやいや、マミーの方がいると思う。いや、私は結構寝室好きだから。そうなの。うん。俺はね、寝てるよりも座ってた方が好きだから。うん。座り心地はいいですか？うん、柔らかすぎず硬すぎず。うん、それはわかる。足伸ばせるしね。そうそう。そこに角にクッションを置いて、うん、もうちょっとくつろぎやすいのにしたいけど。そうだね。毛づくろいされてる。